はい、えーミスターマイヨさん、いつもお世話になります。えー、今回はですね、その FX とか YouTube の動画に関連づきまして、まあ、いろんなね、えー、学びがあったということを聞いてますけども、えー、これからもね、えー、どん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 動画で、動画のことを学んでいただきたいかなと思います、はいえー。今回なんですけども、あの FX の取引画面を載せるかどうかってことなんですけど、これぜひやってください。例えばね、今、MT4 の使い方とかを試行錯誤してると思いますけども、この試行錯誤してるところの動画がいるんですよ。 試行錯誤してるところの動画っていうのは MT4 でいろいろ悩まれてる方が本当に同じ気持ちで見たいものなんですよね。で、えー、今出てるものって多分 MT4 の使い方が綺麗に整理されたものばかりなんで、それはそれですごく役に立つんですけども、あの できない時とか分からない時のことをリアルタイムで放送していることを見るにつけ、やっぱね、人は親近感を覚えたり、安心したりとかね、諦めずに済むってことなんではないかなと思います。本当にね、完成品、出発点、この間がいるんですよ。この間がなかなかないんですよね。はい、次なんですけども、 あの実際にチャートを見ながら考察している、考えることがあると思うんですけども、この考察動画っていうのもいりますよね。これは私がいつもチャートの画面を映しながら音声を入れてますけども、あれと同じような感じです。あの、間違えても全然いいんですよ。間違えてもいいですし、正確じゃなくてもいいんです。そういうことをアウトプットするうちに鍛えられるんですよね。要するに、動画を見た人が、これ違うよって言ってくれたりするんですよ。それから、ああの動画を発信すると、 あの自分の印象にも残りやすいんですよ。こんなこと言ったな、こんなことを勘違いしてたな、とかね。だから、後で振り返っていくと、その動画の成長度合いっていうのがすごく分かりやすくて、ためになると思います、えー。それからですね、FX をやってると、分からないことって結構出てくると思うんですよ。だから、分からないことを、やっぱりね、話していくって動画もいります。あ今日は分からないな、と。こういうのが分かんないな、ってことで動画で上げていくってことで、分からないことをあえてね、 私はこれを知りません。これが分かりませんって動画をアップロードします。私、ファンダメンタルのこととかよくわからないんですよ。全く無視して、テクニカルだけやってるんですよね。だから、ファンダメンタルのことについて喋ると、ちょっと誤解があったりとか、変なこと言ったりすると思うんですけども、そういう時ご指摘をいただいたり、あやっぱりファンだってわからないな。だからあんまり話題に出,す出さないでこうっていう風うな、自分の力量を測るバロメーターにもなります。それからですね、マインドですよね。 どんな気持ちで投資をやるのかっていうのもすごく大事です。私がいつも言うのは余剰資金でやること。だから FX だったら10円ベッドとかやったらいいんじゃないかなと思いますよね。余剰資金でやることとかね。それから、いつからいつまでその FX やるんですかとか、いくらの資金投入するんですかと いくらの負けだったら許容できるんですかっていうのはね、自分なりの投資のこの約束と、おきてを作ってですね、人にあの投資の話をするときでも、もしくはビジネスの話をするときでも、この余剰資金という概念と4つの原則っていうのは、資金計画っていうのは絶対いるよっていうふうにお話ししますよね。資金計画の上で、資金管理っていうのがありますけども、資金管理のことを言う人はいるんですけども、資金計画のことを言う人はね、ほとんどいないんじゃないかなと思います。私はこの資金計画が第一歩だと思ってますよね。で、こういうふうなマインドとかを話すことなんですよ。 どういうような考え方でやるかってことをね。自分なりに。自分なりにですよ。本当にね。どっかから教わってきたことそのまま言うのも手ですけども、自分なりに考えていく。で、考え方が変わったらまたそれを発信することによって、自分の考え方の変化っていう、ログが残せるんですよ。足跡がね。これがすごく大事です。えー、それから FX のことから離れて、THE SAIN のコーナーなんですけども、ね、山根さんの動画ですけどもね、ご覧いただきましてありがとうございます。やっぱりね、自分と同じような環境でやってる人が、 うん、一歩一歩進んでるところっていうのは励みになりますよね。で、ある意味、ライバルみたいなね、そんないがみ合うライバルじゃなくて、あ自分も負けないぞ、みたいなね、えー、同じようにやっていくぞ、みたいなね、励みになると思いますんで、ぜひ見ていただきたいと思います。えー、ちなみに、このザ・サインというコーナーですけども、えー、実はね、鳥取とか島根のことをサインって言うんですよね。山口県でも県北のことをサインって言います。まあ、正確な定義っていうのは私もね、えー、そういえば何だったかなっていう形なんですけども、逆にサインっていうのがあるんですよ。 広島県とか岡山のこと、それから山口県のね、えー、瀬戸内側も山陽なんですけども、大まかに見て、瀬戸内海の方面に、えー、こうね、面している地区のことを山陽、あの、太陽が当たる山っていうふうな意味ですよね。で、えー、太陽の裏側、山を越えて向こうの側、向こう側っていうふうにするとね、ちょっと、あのー、お住まいになっている方に申し訳ないんですけども、日本海側の、ね、山、島根県とか、 鳥取のことを山陰とをいいうふうにね、ね。言うらしいですよ、ね、日が当たるところと日の当たらないところっていう言い訳なんですけどあ言い方の区別なんですけどもこれはねあの昔江戸時代とかああいう時代にね東海道五十三次みたいな古い時代にあの主な交易ルートってあったわけですよあの東海道とかねそれから山陰とかもそうですし。 えー、それから奥の細道とかねああいう風なところとかいろんな道があったと思いますけども、えー、まあ山陽道っていうのは当然ですけども瀬戸内に面した海沿いの道路なんですよねそこから見て山の向こう側はあ太陽が当たってないのかなっていう風な感じで見てたんじゃないかと思いますし、うん、あとやっぱりね、えー、ぱ商業的に豊かだったのはあそうなんですよあのまあなんですかね ど,どう言ったらいいのかななんかねうんなんとなく概念わかるんですけどもね言葉にしたことがなかったんでちょっと詰まっちゃいますよね、まあ、要するに昔のお殿様が参勤交代とかで通る道ってのがあ、まあ、どっちかって言ったら中央道路であんまり通らないけど人が住んでるらしいなみたいなところはどっちかっていうとね歴史の陰に追いやられてたところがあるのかな。その名残で 畜名が今でも続いててるっといますます、あ、この辺うまくく解説できる方がいいいたらねぜひ動画を上げてくださいということで、今回もありがとうございました。ミスターマイアミさんに、えー、またね、動画の元ネタっていうのをつけておきますんで、読んでいただければと思います。あ、それからね、即可塾の中で、動画やってるよっていう人を簡単にポンポポンと特徴がある方を一覧にしてましたんで、見てみてください。えっ、ー、と、ワンちゃんのお散歩動画とかね、 あの駐車場とかの車載動画っていうのをやってらっしゃる方それから再生数がいくらゼロでも凡時徹底でバン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 動画アップしてくださってる方でなんかね続いたり続かなかったりする方も当然いますんでそういうのも載せておくということですよね。であとね熟成っっっててことはいいう方もいらっしゃるんですよあの結構有名な方がね何人かあのテレビメディアとかね その業界で有名っていう方が結構ね、そっか入ってらっしゃって、こういう方はちょっと名前伏せてくださいっていうふうに言われてますんで、えー、ね、この URL だけミスターマイアミさんに送っときますね。で、次、私のまあ一番弟子とも言えるね、ネオ FP フジーですね。ここだけ実名出しますけども、彼の YouTube もあります。はい、えー、よろしかったらご覧になっていただいて、どんな動画を、やっぱりね、個性様々ですよ。 この人はこんな動画が中心、この人はこんな動画が中心っていう風になっていきますんで、やっぱりね、一人、えー、まずはあ1ジャンルから始めて、それからジャンルを増やしていけばいいのかなと思っております。私も今となってはね、たくさんの40ぐらいのジャンルを同時に運営してるみたいな形になってますけどね。はい、えー、長くなりました。以上でございます。またメッセージください。